ドアの前が塞がれて入れないんだけど。はい、まもなくドアが閉まります。あの子乗らないのかな。すいません、乗ります。他のドアから乗るのよ。動きたくないわ。そんな急がないと発車しちゃう。おいごらてめえ、お前らは周りが見えねえのか。ここはもう満席なのよ。そう、誰も乗れないわよ。後ろに吹っ飛ぶほどのスペースがあるじゃねえか。すげえ。いい大人なんですから、他の人のことも考えられるようになってくださいね。ああならないようにしよう。駅員さん、どうしたんだい。遅延証をください。はいよ、気をつけて。ありがとうございます。遅れました。ノブ君、もうすぐ文化祭がスタートするから準備を手伝ってくれ。はい。じゃあ俺この段ボール運ぶわ。僕も手伝うよ。何やってんだよ、のぶた。よし、テーブル並べるぞ。よし、行くぞ。僕も手伝うよ。あっち行って。じゃあ私食材仕込んどく。僕も一緒に。あそこ一人でいいから。はぁ。何突っ立ってんだよ。のぶたは頭も悪いし、力もねえし。何ができんだよ。ごめんよ。僕はどうせ何もできないんだ。あれ？これ作ったの誰だ？あ、僕です。のぶたすご。行こうめいちゃん。うん。昨日は雨が強かったから川には近づかないようにね。はいはい。あー、カエルさんだ。あー、めいちゃん。うーめいちゃん待ってて。ソウスケ大丈夫？めいちゃんは今お医者さんに見てもらってる。大丈夫かな。めいちゃん、ソウスケくんありがとう。元気になったらまた遊ぼうね。うん。ソウスケいつから泳げるようになったの？わかんない。でもめいちゃんは助けないとだったから。よくやった。ソウスケくん大好き。にひー、乗せろー。なんだあいつ。開ける開ける。こっち向けば開けてくれると思うなよ。次の電車を待ちやがれ。開けてほしいな。うん、可愛いから開けてやろうってなるか。ああ、急いでお袋の病院に行かねえと。嘘つくな。それが本当なら最初から言うだろ。ああ、これに乗らねえと妻の出産に間に合わない。嘘つけ。お前結婚もしてねえだろ。すぐ、もう諦めるのよ。はい、発車しまーす。乗せてほしいな。ドア開けまーす。すぐ。よし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 。邪魔なのよ。あ、すいません。この子抱きながらベビーカー畳むなんて無理だよ。どきなさい。すいません。もう電車乗るんじゃなかった。赤ちゃん抱っこさせてくんない？え、バリ可愛いっすね。あ、ありがとうございます。冷めた大人ばっかっすよね。まあ、俺は周りにどう見られようが人と絡みたいんすよ。お兄ちゃんかっこいいよ。おかげで助かりました。何もしてねえっすよ。五十嵐かっこいいとこあんじゃん。うっせ。では名古屋から1540円ですね。はーい。え、2000円でいいのかな。細かいお金出すのかな。ん、何突っ立ってんのよ。早くしなさいよ。あ、2000円でよろしいんですか。そう言ってるじゃない。察しの悪い駅員なこと。だって細かいの出そうとしてたじゃん。早くして。これおばさんも悪くない。えー、お金出した後にこれでとか言ったらいいじゃん。うるさい小娘ね、黙ってなさい。負け認めてんじゃん。しょー。おばさんの方がうるせーよ。やる強。駅員さん、ゲーセンはどこですか。西口のケンタッキーの隣ですね。ありがとう。タクポヨのやつ、補習をサボりやがって。いってらっしゃいませ。あと1回で取れそうだな。絶対取るぞ。お前ら、え、タクポヨ見てないか。あ、プリクラの方にいると思います。プリクラな。イエーイイエーイ。おい、タクポヨ。ゲー。お客様すいません。なんだ。プリクラは男性だけでは入れませんよ。あ、ふざけるな。あいつに話があるんだ。バーカ。おい、男が入ってんだろ。女子と一緒ならいいの。うっす。ふざけたルールだ。入りたかったら女の子と一緒においで。ザクポユー。ギャル強。チーズ。あれ、何ですかその格好。ソフトボールのクラスマッチ。なるほど、ホームラン打ってきてね。ここまでぶっ飛ばすね。ツーアウト満塁。これで打てば逆転か。誰が打つ？俺しかいねえだろ。私もいいんだけど。タクポよ、お前野球やったことねえだろ。バットはいつも持ってるから。なんで？じゃあ任せたわ。はーい。うっ、クソイキンがふざけてるんじゃないわ。もしかしてすぐー。ギャル強。チーズ。今日は朝早いね。生き物係だから餌やりでね。ご苦労様。イバイバー。
よし、カモの餌やり完了。そういえば今日から新しい動物が来たらしいな。確かタクポヨちゃんが担当だったよな。見に行こうぜ。よく噛んで食べろよ。タクポヨちゃん、新しい動物ってトラポヨだよ。かわちいでしょ。怖すぎるわ。どこから連れてきたんだよ。なんかうちの前にいたから連れてきた。どんなとこ住んでんだよ。トリマカモと一緒の小屋でいい。ダメに決まってんだろ。そうだったのか。それであっちの方は、それじゃ全然ダメなのよ。じゃあ誰もいなかったのか。おじさん、え、車内で電話はやめてください。うるせえなチビ、黙ってろ。でどうなったんだ。おいぐらてめえ、ずっと気持ち悪い会話を聞かされてる気持ちがわからねえか。何が気持ち悪いんだ。半分の会話しか聞こえない気持ち悪さだよ。知らねえよ。そして公共の場ではあなたの声はより大きく聞こえるんです。たく、みんなのために注意してくれてありがとう。にぃ、チーズ。遅延症ですか。20分のちょうだい。どうぞ。あざこよー。緊張する。赤点はないはずだ。じゃあ点数を言うので自分のだと思ったら取りに来てください。なんだよそのシステム。はい、12点。はい、自信満々に行くなよ。87点。俺かな。お前じゃない。これ恥ずかしすぎんだろ。はい、100点。私のでしょ。そうだけど遅刻が多いから0点だ。だる。ギャル強。もう出ちゃいますよ。胸を急ぐぞ。乗りまーす。はい、間もなく発車します。間に合ったー。死ぬって。長いな。駅員さんノリノリだな。そんな余裕あんなら走らせんなよ。よよよよ、まもなく電車が発車する。そろそろ電車が発車する。ラップパートいらねえよ。早く発車させろよ。感動する。どこにだよ。やばい、電車遅れる。ぽよちゃん荷物持つぜ。さすがかっこいい。楽勝だぜ。ご了承ありがとうございます。おりゃ。あれ、お客様は拝見しますね。カエル化現象来たー。え、自動改札で引っかかるなんてマジカエル化じゃん。なんだよそれ。せっかく荷物持ってくれて行けてたのにマジなえる。そんなの仕方ねえだろ。はい、それもカエル化現象。は？ストローは口で探すの冷めるわー。ギャルは？すいませんですねー。どうされましたか？新幹線で広島まで行きたいんですけど、どうしたらいいですか？ですと東京駅からのぞ、はい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 、のぞみ号に乗って、はい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 、乗っていただければ行きます。今からですと10、はい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 。こいつ相づち下手すぎだろ。絶対聞いてないだろ。何時の乗ればいいんですか？あ、次ですと10、はい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 。まだ最後まで行ってねえだろ。話す気なくなるわ。11時30分発ののぞみ号でいいんですね。なんでわかってんだよ。気持ち悪。あ、そうです。ありがとうございます。じゃあお気を、はい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 、もういい。駅員さん、どうしたんだい。さっき買ったばかりの6ヶ月定期をなくしちゃったんだ。何やってんだよ。一緒に探してよ。まったくしょうがねえな。のぶたのやつまた遅刻かよ。だな。何？あれ見てみろよ。見つかんないよ。あいつ何やってんだよ。のぶたくんの定期見つかるかな。逆に見つかんねえだろ。どっかの隙間に入っちゃったかな。なら地上で探せよ。おーい、静香ちゃん。ちげえよ。のぶたの定期あったよ。本当に？どこにあったの？ハッピーセットについてきた。なんでだよ。ハンブルを持った男が自転車で走り回ってるぞ。え、死にたくないよ。に、逃げろ。もう俺たちは終わりだ。屋上にいたら誰か助けてくれるはず。え、助けに来たよ。なんでヘリ乗ってんだよ。助かった。降り方プロじゃん。もう自衛隊入れよ。チーズ。あれ、不審者は刃物を持って自転車で走り回ってるみたい。おい胸を、誰が刃物って言った。え、俺はハムって言ったんだぞ。じゃあハムを持って自転車で走り回ってる人って。ウーバーです。ハムを届けに参りました。ウーバーイーツじゃねえか。あ、私が頼んだやつ。お前かい。え、まもなくのぞみ号到着します。自由席は1号車が一番空いてるのよ。怖いおじさんがいるから2号車にする。ソースケ、聞
こえるから静かに。クソが、2号車なんて一番混んでるのよ。ずっと立ちっぱなのよ。はい、ドアが開きまーす。どけどけどけ。ソスケ、行こっか。うん。どこも開いてないのよ。ママ、開いてたよ。座ってけるね。クソが、なんでなのよ。横山さん、実は1号車より2号車の方が倍ぐらい座席が多いんですよ。1号車は運転席があるので65席。3号車はトイレがあるから85席。2号車は何もないので100席もあるんです。すげえ。やったね、宗介。何笑ってんだよ。だっせ、こけてやんの。痛いよ。お客様何をしてるんですか？こいつがヘラヘラしてるから悪いんだよ。そんなことで暴力を振るうなんてムカつくんだよ。幸せそうにしてるやつを見ると。そんな無茶苦茶な。俺は何やってても楽しくねえ。人生つまんねえんだよ。おいゴルだてめえ。あ？そんなのみんな同じだ。生きてて9割は悪いことばっかだ。でもその1割がいいことがあるからみんな頑張れんじゃねえのか。誰だお前。通りすがりの警察だ。え？傷害罪で15年以下の懲役、50万円以下の罰金だ。罪を償いまたやり直すんだな。すいません、金さん。どうされましたか？ギャル山駅へ行きたいんですけど。ディスト0番線ですね。生きて帰ってきてくださいね。行ってきます。怖すぎんだろ。パクポヨちゃん、お便り持ってきたよ。もう普通に恐竜いんじゃん。あざぽよ、ちょっと寝違えちゃって。寝違えたレベルじゃねえだろ。早く元気になってね。うん。あ、ママチーズ。いつも娘がお世話になってまーす。相変わらず癖ありすぎんだろ。せっかくだしご飯食べていきな。いただきます。ちょっとは遠慮しろよ。じゃ、獲物取ってくるわね。獲物？おいこいつ、車内でプリントを広げるな。邪魔なのよ。え、頑張って勉強してたのに。こんなの捨てるのよ。ああ、おいぐらてめえ。え、プリント見てたって邪魔になんねえだろ。目障りなのよ。車内の過ごし方は周りに迷惑さえかけなければ自由だ。頑張ってる若者を応援してやれよ。すげえ。駅員さん、ありがとう。おい、こいつ、俺が教えてやるよ。何を勉強してたんだ？いや、おじさんにはわからないよ。俺を舐めるなよ。俺は東大卒だ。見せてみろ。今、猫型ロボットの開発をしてるんだ。ドラえもん？あの、どうされましたか？帽子の忘れ物ってないっすか？あ、もしかして、この帽子ですか？あ、そうっす。よかったです。では、こちらにサインだけお願いします。おい、ちょっと待ちなさい。え？その帽子本当にあんたの？は？俺のだわ。あんたの言葉なんて信じないわ。人のものを奪おうとしてるんじゃないの？そんなわけねえだろ。これは俺の。何黙ってんのよ。図星なんでしょ。もういいわ。え、お客様。うるせえ。ついてくんな。え？怖い怖い。うるせえ。ついてくんな。え？怖い怖い。橋爪さん、あんな言い方はないんじゃないですか？なんで私が責められるのよ。人のものを奪おうとした犯罪者から守ったのよ。感謝しなさいよ。何の根拠があってそんなことが言えるんですか？本当にあの子のだと僕は思いますよ。ふん。そんな帽子もういらねえわ。ガツくあのクソババ。あれ、五十嵐どうしたの？なんでもねえ。ん？駅員さん。はい。その帽子五十嵐、あ、金髪のヤンキーのやつだよ。あ、さっき取りに来たんですが。あいつのおじいちゃんが去年死んじゃって、唯一もらった帽子だって言って大事にしてたんだ。でも必死になってる自分に恥ずかしくなって帰っちゃったんだと思う。いた、チューン。バーッ。五十嵐くん。あ、さっきは守ってあげれなくてごめんなさい。どうでもいいわ。あの、これ、あ、おじいちゃんの大事な帽子なんですよね。もういらねえや。五十嵐くんが持っててあげてください。その方がおじいちゃんも。もういねえんだよ。じいちゃんはもうどこにも。そんなことないですよ。五十嵐くんがいつまでもおじいちゃんの話をしてこの帽子をネタに笑っていたら、おじいちゃんはいつまでもみんなの記憶に居続けます。チュンチュン。たかが物かもしれませんが、そこにはたくさんの思い出が詰まってるんです。これからも大切に持っていてください。じいちゃん。よし、五十嵐、川飛び込むぞ。は？ちょっと待ってよ。笑顔、よし。わあ、カモメだ。やっと見れてよかったね。すごいすごーい。いってー。ああ、兄貴が怪我しちゃったよ。あ、すいません。ごめんなさい。ごめんで済んだら警察いらんわ。
かね。だよね。いや、そんな。お母さんの息子さんがぶつかってきたんだから、責任取らねえとな。新幹線乗るお金があるなら払えるよな。わかりました。いくらですか？全部で。てめえらだっせえな。え？なんだてめえ。お母さん、こんな奴らに払う必要ないっすよ。てめえ調子乗ってんじゃねえぞ。おい、人たちが。何やってんだ。やべ、逃げんぞ。また来るからな。お兄ちゃん、しっかりして。お姉ちゃん。バカだな、今のお前じゃ勝てねえよ。教えてくれよ。強くなりてんだよ。明日から特訓な。はっはっ。はい、終電まで繰り返すよ。こんなんで強くなんのかよ。はっ。何事も基礎が全てなの。黙ってやれ。ホームで何やってんだ。はっはっ。はい、一回一回集中して。僕にも教えて。え？ママを守るのは僕だ。男じゃん。はっはっ。何事だ。マジであいつ雑魚だったな。俺らに怖いもんねえよ。おい、あれ、前ボッコボコにしてやったクソザコとクソガキじゃねえか。慰謝料払いに来たか。いやだね。僕もママも謝ったもん。だから前も言ったよな。ごめんで済んだら警察いらねえって。つまんな。あ、クソつまんねえなお前ら。てめえぶっ殺すぞ。俺たちは誰かを守るために強くなる。ドア、ホーム、オーライ。車掌さん。はい、どうされました。この電車熱海止まりますか。はい、止まりますよ。ありがとうございます。よし、今日から2鉄ですか。ああ、そうだよ。大変ですね。お前は今日終われば2安です。いいなあ。でも明けで営業訓練あんだろ。ありますね。誰と一緒だ。お前誰だ。逃がさねえぞ。無断で侵入したバスで罰金に加え社会的制裁も受けてもらいますね。もうママなんて嫌いだ。そうすけ、今日はどこ行くの。横浜のおばあちゃんの家。ママと喧嘩したんだ。そっか、気をつけてね。うん。もうママには会いたくない。ばあちゃんと暮らすんだ。まもなく列車発車します。乗ります。まさか指令さん取れますか。はい、こちら旅客指令。空に何か光が見えるんですが。え、先輩、ニュース見てください。緊急速報です。気象庁によると数十分後に地球に隕石が衝突する模様です。嘘だろ。車掌さん取れますか。はい、緊急停車お願います。どうしたんですか。隕石が衝突する。そんな隕石が衝突する。そんなすいません、うちの子を見てないですか。ただいま現場も混乱していますのでお待ちください。待ってなんていられません。もう時間がないんです。それは僕らも同じです。宗介、ごめんね。ちょっと不正乗車ですよ。どうせ今日で全てが終わるのよ。関係ないのよ。確かにそうか。これもこれももらってくわ。もうむちゃくちゃだ。咲子ちゃん、ずっと好きでした。今さら何なの。今日で終わるなら最後に言っとこうと思って。最後って何よ。ごめん宗介、ごめんね。ママに会いたいよ。もっと遊んどけばよかったな。ママに謝りたい。今何時？タクポよ。何？隕石が落ちてくるぞ。地球はもう終わりだ。ガチ？ちょっと見てくる。ちょ、タクポよ。あれね。おりゃー。あ、よーし、ボーリング行こう。緊急速報です。突如隕石が姿を消しました。え？不正乗車と万引きで警察がお待ちです。胸を。よっしゃー。いつの間に。そうすけ、ママ大丈夫だった。うん。
ママごめんね。後悔しない生き方を。おいごら、おいごらてめえ、おいごらてめえ、傷害罪で 15年以下の懲役または50万円以下の罰金だ。ギャル山行きま、ギャル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 ギャおいごらてめえ。混雑時の自由席行きます。ポッポー。ちさあ参りました。白帝オン。こんなんあったな、なんかな、白帝オンってやつな。プラグインだ。ロックマンだ。プラグイン。懐かしいな。こんなんやってる場合じゃないよ、行くよ。トラポヨだよ、トラポヨだよ、トラポヨだよ、トラポヨだよ。かわちいでしょ、かわちいでしょ、かわちいでしょ。そんなの仕方ねえだろ、そんなの仕方ねえ、そんなの仕方ねえだろ。